どうも、母ちゃんです。ということで今日は超簡単な玉ねぎの種まき方法について説明していきたいと思います。で、この種まき方法なんですけど、まあね、僕の前の動画ではセルトレイで一粒一粒まくよっていう方法を説明しました。なんですけど今回はそんな感じで、まあ丁寧にね、農家では作業してる方いると思うんですけど、まあ適当に育っていてもある程度ね、苗が育ってくれるよっていう方法があるので、そちらをね、紹介していきたいと思います。なので皆さんのお家でセルトレイなくて、そのね、ハウスで管理できないっていう方に関しても、今から説明する方法をやれば全然外の余った一角、またプランターの中でできるよっていう方法を説明するので、ぜひねこちらの方法を試してみてください。で、僕に関しては今回2パターンね紹介しようと思っていて、1つ目が筋巻きで巻いていくやり方で、2つ目に関してはもうバラ巻きですね、適当巻きで育てるっていうやり方があるので、こちら説明していきます。で、これに関してはもうね、2つでどのぐらい成長の差があるかだったり、まあやりやすさっていうのもね、皆さんにねお伝えできればいいなと思ってるので、ぜひ最後まで見てくれると嬉しいです。今回種まきの方法を説明するんですけど、早生品種に関してはもうちょっとね、今の時期から種まきをして育苗するっていうのは遅くなっているので、まあね、早生品種育てる方に関してはホームセンターなどで苗を買うのをおすすめします。で、中手奥手品種に関してはまだまだね、今からでも間に合うっていう方法があるので、こちらね説明するので、ぜひ皆さんもやってみるようにしてください。ということで、超簡単な玉ねぎの種まき方法について詳しく説明するので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。はい、こちら現在の玉ねぎの苗の様子です。こちらに関してはちょっとね、種のまく時期を遅らせたものとなっているので、まあ、多少ね成長っていうのがこっちの方がね遅くなっています。で、まあね、ちょいちょいこんな感じで黒いね、ちょんちょんみたいなのが、今ピントがちょっと合わないんですけど、こうか。この黒いやつは何かといったら玉ねぎのね、種になります。だ、皆さんもこのね、コーティングされてない種をまくと分かると思うんですけど、こんだけ小さかったものが今ね、ちゃんとね、地面から出て成長してくれている状況となっているので、この種に関してはもう自然と落ちるものとなってますので、そのままね、何もせずやってみてください。で、無理やりこうやってね、この種を剥がそうとすると苗が途中から切れてしまったりって言って、まあ、そのようなことが起こったりもするので、それを避けるためにもこの種は自然と落ちてくれるものなので、引き続き成長っていうのを見守っておいてください。で、こちらに関してはちょっと遅れてまいたので、発芽がね揃ってなかったりします。で、全体的にここの周りに関しては発芽ね結構して育っているんですけど、今やっとね芽を出した種っていうのもあります。なので、このような形で成長に差が出てくることもありますので、そこら辺もね覚えておくと、まあね、ここダメかなと思ったけど、ずっと水やりとかお世話をしてあげることによって、あ、やっと今生えてきたみたいな感じで、後からね遅れて生えてくれる種もありますので、まあ、引き続きこんな感じで栽培を進めておいてください。はい、ということでね、まあ、僕の家ではプランターをね用意しました。なので、このプランターの中でまずね、一つ目がバラ巻きの方法で、でもう一つが筋巻きでねやっていきたいと思います。で、まずね、一つ目、バラ巻きをね、この手前からやっていきます。で、このバラ巻きに関しては本当簡単で、もう土があるので、この土の上に玉ねぎの種っていうのをパラパラね、もう巻いていくだけです。なので、これめちゃめちゃ簡単な方法となっているので、ぜひね、皆さんもね、種まきちょっと大変だなって思う方はやってみるようにしてください。で、まず玉ねぎのね種を見ていってほしいんですけど、こんな感じでもうねちっちゃいです。で、このちっちゃいやつを一つ一つまくのがめんどくさいなっていう人に関しては、もうねばらまき方法今から見せるんですけど、それをやるようにしてください。で、これをする、まあね、メリットとしてはもう種まきがねめちゃめちゃ簡単に終わるよっていうことなんですけど、まあね、デメリットも言うと、デメリットはこれね、根っこがもうね絡み合ってしまって結構ねちぎれてしまうっていうことにつながります。なので、この水持ちの良さとか根回りをしっかりと良くしたいよっていう方に関しては、やはりねセルトレイなどで育ててあげることによって、そのセルトレイの中で根っこがいっぱいねたくさん回ってくれて、植え付けた時にちゃんとね育ってくれるっていう、この今から説明する方法に関しては、根っこが複雑にねもういろんなところで発芽するっていうことになるので絡み合ってしまいます。なので、畑に実際に植える時にちょっとね根っこが少ない状態になってしまうっていうのが、まあね、デメリットかなって思うので、こちらも頭に入れておいてください。で、この使う土ですね、使う土としては本
本当にね、肥料分がない土っていうのを使うようにしてください。なぜ肥料分がない土にするのかといったら、肥料分がねたくさんある土だと苗が予想以上にね成長してしまいます。なので大きい苗作った方が今後育つんじゃないかって思う方いると思うんですけど、それはねこの玉ねぎに関しては結構間違いで、大きな苗にしてしまったらこのね春先にとう立ちって言って、まあね、玉ねぎの芯の部分が硬くなってしまっていいね玉ねぎにならなくなったりします。なのでそのようなことがあるので、できるだけこうね土の中にあまり肥料とかがない枯れた土っていうのを使うようにしましょう。で、まあ僕は自分の畑の土を今ね持ってきたんですけど、ここに育苗培土とかっていうのを入れてもいいです。なのでそこら辺に関してはもう皆さんが使いやすいものを使うようにしてください。でまたはこうね今ね下が地面なんですけど、地面を畝ですね、畝の状態にして巻くっていうやり方とかもあるので、そちらもね覚えておくようにしてください。では早速ね巻いていきます。もう端っこからパラパラパラって巻いてってほしいんですけど、まあね、この巻き方もう一つねちょっとデメリットを言うの忘れてたんですけど、苗がちょっとね病気ねなりやすかったりします。っていうのも前回の動画で僕病気のね動画を出したんですけど、こう過密状態にねなりすぎてしまうっていうことがあるので、そちらに関してはまあしっかりと石灰を上から振ってあげてっていうので対策すればいいと思うんですけど、それまたはね農薬をかけてあげるみたいな形で、そんなこんなでやってあげたら、まあね病気も出ずにしっかりと育ってくれるんではないかなって思っています。でこのプランターもしっかりと端っこですね、この四隅の端っこの方にも種が行き渡るように巻くようにしてください。でこの種が巻き終わったら、この上にもう一回育苗培土も乗せていいですし、まあね上のバーミキュライトとかイネニカっていうものもあります。なのでそのようなものを上からパーってかけてもいいんですけど、まあ、僕はもうね畑の土でねこのまま軽くパーって上からかけてあげて、まあ、これで終わりですね。で最後しっかりと水をあげて終わりにしていきたいです。なのでまあ最初にこんな感じで種をね上からかぶすっていう方法があるので、最初にこのばらまきをねしました。でちょっとねこの土が雨が降っていて湿ってるのでちょっとダマダマになりやすいので、まあね皆さんのお家ではもうちょっと乾燥した土をねかけてあげるのをおすすめします。で最後にしっかりと水やりですね、こちらに関しては水やりをしてあげる。で続いて筋巻きですね。筋巻きに関してはもう本当にその名の通りで、棒とかを使ってこうね筋をね畑に入れてあげます。でこの筋に沿って、まあ、ほうれん草とか結構筋巻きとかやれるんですけど、そんな感じで筋の上にこうやって種をまいて、上からねちょん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 って土をかぶせるっていうやり方があるので、そちらねやっていきたいなって思います。でこの筋巻きに関してはだいたい僕のこの爪ぐらいですね、なので1センチないぐらいっていうのをまずね土を全体的に平らにしてあげて、あんまりね高低差が出ないようにしてあげます。で高低差を出さないことによってこうね水たまりができないので、その分種が流されて一箇所にね行くっていうこともなくなりますので、こうね種まきする際っていうのは、まあプランターでも畝を立ててやるのでもどちらでもいいんですけど、絶対にこの高低差っていうのはなくすようにしてください。で、まあ、3列ぐらいですね、これで言ったら。で3列分のこの溝をねまず掘っていきます。こんな感じで1番目、2番目、2番目で3番目、はい。でね溝が掘れました。なので溝が掘れたので、このままこの溝に合わせてね今3本ここからバーってあります。なのでこの3本の線に合わせて種をまいてあげるっていうことをしてあげてください。でこれに関してもちょっとね種が過密になってしまうところもあるので、そういった場合に関してはちょっと抜いてあげて足りないところに移植してあげたら、まあ、玉ねぎもね生命力が強いのでそこからまた根付いて育ってくれたりもするので、そのようにしてね対策をしてください。で1列目が終わって次ね2列目に行きます。こんな感じで本当パラパラパラって巻くだけですので、もうめちゃめちゃ楽ですよね。でも最後ラスト、
ちょっとね出した種が余っちゃったんで、これもねちょっとパーって全体的に撒いておきます。はい、ということでこれが撒けたので、今度ね土をかぶせていくんですけど、この土も間の土っていうのをね、起こした土を左右からこうやって指でなぞってあげれば真ん中にこうやって落ちてって、まあ、土がねかぶってくれる状況になるので、まあ、そんな感じで皆さんもねやってみてください。なのでこれが超絶簡単な種まき方法ですね。なのでプランターでやるんだったらもっとね倍ぐらいの時間がかかってると思うんですけど、それに比べたらめちゃめちゃ楽な方法となってますので、ぜひねこのような形を取るようにしてみてください。でこれは今ねプランターをね説明したんですけど、実際に畝を立てて、畑のところに畝を立てて種まきしてあげるっていうやり方もあります。そのような方法でやる方に関してはもう基本的にこっちのねばらまきの時と同じです。まずはこの地面を平らにしてあげて、水がねたまらないっていうところを作ってあげます。でそこから不織布ですね、不織布っていうのをかぶせてあげて、しっかりと全体的に発芽するまでそれをねかけ続けてください。っていうのもまあその種まきをして雨が降ってしまったら、強い雨の場合だとね玉ねぎの本当種っていうのは本当ちっちゃかったですよね、ちっちゃかったんでもう水に流されやすいです。なのでその流されやすさっていうのをカバーするためにも上からまあね不織布をかけてあげる、でできる方っていうのはまあ新聞紙かけてあげたりしてもいいので、まあ、そのような形で外で育てる方に関してはしっかりと水で流されないような方法を取るのをおすすめします。まあこのような感じでね玉ねぎのね種まき超絶簡単にするっていうのを説明したので、まだこれからの時期中手奥手品種に関してはこのね種まきっていうのがギリギリね間に合いますので、まあね種が全然発芽しなくて失敗してしまったよっていう方に関してもこのね動画を見てすぐね明日、まあ今日実践する方は今日でもいいんですけど今日明日で実践してみるのがいいと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。